西千島付近の空中写真。1977年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西津島は岩手県宮古市に存在する島であり、同市の中で最大の島である。西津島漁港の沖約600メートルの太平洋上にあり、海抜50メートル、周囲約 1.8 キロメートル、面積約 12,395 平方メートルの無人島で、その形から別名を軍艦島と言い、1869年の宮古湾海戦にて、旧幕府軍が当島を軍艦と誤認し砲撃したという言い伝えがある。周囲は約30から40メートルの絶壁である。黒子シジロウミツバメの日本最大の繁殖地であり、最北の繁殖地である。西津島はアカマツ、スギ、モミなどが点在するほかは、落葉紅樹林に覆われており、その林床で黒子シジロウミツバメが営巣する。1935年12月24日に国の天然記念物西津島黒子シジロウミツバメ繁殖地に、1982年11月1日に国指定西津島鳥獣保護区に指定されている。また、西津島の地層は白亜紀のもので、ここで初めて発見された種は60種存在する。浄土ヶ浜島巡り観光船、陸中丸で島の周辺を遊覧することができる。ありがとうございます。